佐山優は、日本中央競馬会に所属する元調教師、元騎手。立東トレーニングセンター所属。京都府出身。1961年に、中央競馬で騎手デビュー。京都大障害を春秋連覇した宝井陣などに、騎乗し、1983年までに障害競争の10勝8勝を含む204勝を挙げた。騎手引退後の1984年より厩舎を開業。騎手の冠名で知られた安倍正一郎の稚魚へ、1995年のスプリンターズステークス優勝は菱曙の2002年から2003年に GI 競争で3勝を挙げた菱ミラクルなどを手掛けた。2014年に定年引退。舅は騎手、調教師の池田三郎。1943年、栃木県足利市に生まれる。出生名は松田優。太平洋戦争中にジップが戦死し、地方競馬の足利競馬場で厩務員を務めていた叔父、佐山虎太郎に育てられた。後に、虎太郎が国営競馬の京都競馬場へ移ったことに伴い、優も京都で育つ。虎太郎は、京都で名門の伊藤勝義厩舎に所属し、優駿競走優勝馬立ち風、阪神三歳ステークスなど27勝を挙げた牝馬、若草を担当している。伊藤厩舎の主戦騎手だった杉村一馬に憧れて、騎手を志し、11歳の時から厩舎で、騎手見習いとして過ごした。見習い時代には、杉村が乗って、桜花賞に優勝する若雲の調教も担当した。18歳となった1961年に、騎手免許を取得。同年3月に一馬の父、杉村正治厩舎からデビューし、4月11日に初勝利を挙げた。体重が重かったため2年目から、障害競争を中心に騎乗し、4年目の1964年5月、富士の王のライバルとして知られた宝井陣に騎乗して、京都大障害を制し、重賞初勝利を挙げた。同馬では、秋の京都大障害も制し、春秋連覇を達成している。以後も、平地での騎乗も兼業しながら、障害で重賞勝利を重ねた。1967年には、京都大障害を含む障害11勝、平地でも10勝を挙げた。1971年に、杉村正治の死去に伴い、一馬の厩舎に移籍。その後、服部正俊厩舎を経て、騎手生活晩年には、舅の池田三郎厩舎に所属した。1983年に4度目の受験で、調教師免許を取得し、騎手を引退。通算1643戦204勝。重賞8勝はすべて障害競走で挙げた。1984年、死去した池田三郎の後を引き継いで厩舎を開業。3月に初勝利を挙げ、同年7月には、東和勝時が金シャチ賞を制し、調教師としての重賞初勝利を挙げた。以後しばらくは、年間10勝前後を挙げる中堅から、下位の成績であったが、1990年に、菱の冠名を使用した、有力馬主、安倍正一郎と知り合い、以後その所有馬を管理することで成績が向上していった。1992年には、菱勝などによる、重賞4勝を含む39勝を挙げて、勝利度数で全国4位につけ、優秀調教師賞を初受賞。1995年12月には菱曙が、スプリンターズステークスを制し、GI 競争を初制覇。虎太郎と2台の GI 級競争優勝を果たした。翌1996年には、菱ナタリーなどで、重賞6勝を挙げ、2度目の優秀調教師賞を、受賞した。2000年代に入るまで短距離競走で活躍する馬が多かったことから短距離厩舎との票もあり、佐山自身、中距離、長距離と混ぜ合わせてどこでも GI を勝てる馬が欲しいと語っていたが、2002年に長距離競走の菊花賞において菱ミラクルが10番人気という低評価を覆して優勝し、クラシック競走初制覇を果たす。同馬は、翌年の天皇賞と宝塚記念をいずれも人気薄で制し、同年の最優秀父内国産馬に選出された。以後も複数の重症症利場を管理し、2013年2月には JRA 通算500勝を達成。翌2014年2月をもって70歳定年により、調教師を引退した。調教師としての通算成績は6847戦511勝、GI 競争4勝を含む、重賞23勝。主な騎乗馬、主な管理馬 GI 競争優勝馬その他、重賞競争優勝馬受賞。ありがとうございます。